マットブル34は小池和夫原作井上キラ作画による日本の漫画。ニューヨーク市警察大34文書館内で起こる事件と破天荒な警官、マットブル及び同僚たちの犯罪取り締まりを描いた作品。1986年から1991年にかけて集英社の週刊ヤングジャンプにて連載された単行本は全27巻。 OVA 化され、1990年12月から1992年8月にかけて全4巻がリリースされた。1999年からは漫画オールマンにてリブート版のマットブル2000が2001年まで連載された。こちらの単行本は全7巻。ニューヨーク州警察学校を卒業した NYPD の新米警官であるエディ・ダイ・ザブロー版が赴任したのは、 マンハッタンの中でも犯罪発生率が最も高い34文書。そこでジョン・エス・ティースという黒人警官とコンビを組むことになる。友人たちからはスリーピーの愛称で、犯罪者からはマット・ブルトの悪名で呼ばれていた。彼は物騒な言動が目立つ人物だった。彼は些細な脅威であってもショットガンを撃ち、単なる泥棒を処刑することにも全く気兼ねを感じない。 その上彼は、勝負たちから売り上げをピンハネしたり、犯罪を取り締まる間に、とんでもない破壊損害をしばしば町に与えていた。この警官らしからぬ、マットブルの言動に、当初、大ザブローは、彼とコンビを組むことに抵抗を感じていたが、捜査を続ける中で、二人の仲は変化していった。彼の行動は破天荒で、違法行為もあったが、そこには、 正しい動機が常にあることが分かったからだ。やがて34文書の名コンビとして二人が活躍するようになった頃、新たに女刑事のベリンが加わり、彼らはマフィア組織や薬物乱用を含むさらに困難な事件に立ち向かうのであった。声は OVA 版のキャスト。1990年から92年にかけて50分間の OVA が4巻リリースされている。 内容は、同漫画の中から4つの物語が選択されたもの。米国では、ライセンスの右与曲折を得て2013年に、ディスコテックメディアからのリリースとなった。なお、エンディングテーマは、ジェームス・ブラウンの作曲演奏となっている。ありがとうございます。